除雪マッチングアプリスノーベル本格運用前にもかかわらず事前登録で全国から800人の会員が集まっているその最大の売りは料金の安さ今年度はとりあえず依頼者の方は2980円程度感謝のチップを付与することもできるのでまあ、大雪降った時とかにはチップ。運営会社社長の引地さんは早稲田大学の2年生21歳の現役大学生だ コロナウイルスの影響で北海道に帰ってきてしまったので今この時期っていうのはこの北海道の事業にフルコミットしようって思えているので小樽出身の比吉さんは中学卒業後に戦闘機のパイロットを目指し陸上自衛隊に入隊しかし視力が悪く1年で夢を断念しそこから高校に入学した自分たちで掴み取りに行くとか自分たちで こういうふういいいいいにに社会を作りたんんだだっっててて発信していいんだっていう文化に知れてなんかそれとまあ雪国に住んでた人ならではの,、まあ、なんていうの目の付けどころみたいなと切り口で今回のサービスも結構生まれたのでこちらは取締役兼 CEO の川島さん小樽の中学校で樋地社長と同級生会社立ち上げの準備のため東京までヒッチハイクで行き来していたヒッチハイカーだ 北海道から東京まで行ったり道中はその海の浜辺でテント張って寝たりとか野宿しながらまあなんとかたどり着いたっていう旅みたいなのが好きなので、まあ、企業もそのうちの1個みたいな感じなんです彼らが作る除雪マッチングアプリの機能はアプリの会員登録を済ませた人の中から除雪を依頼したい人と除雪をしたい人をアプリが自動選別する。 住んでいる地域や希望する時間帯などを参考にマッチングする依頼者作業者のアプリに候補が表示され双方が合意したときに成立する仕組みだ、えっと、まずこちらが、えー、除雪を依頼したい人ののアプリの画面になりますまず除雪項目を選択して、まあ、開始終了時にインターホンを押すことを希望するかしないかであったりとか。 やっぱり家の情報とか除雪器具の場所を詳細に指定しないとまあトラブルの原因になってしまうのでここに入力してもらいます除雪をしてくれる人に合わなくてもトラブルが起きないよう細かい情報は作業の前にアプリ上で共有されるさらに安全面での工夫もマッチした場合は相手が今どういう状況にあるのかがわかりやすくなっていて何キロ先から どういうい感じのの人が来るのかその自分の家に関わるところなので今現在、作業中であったりとか本当に常に相手の動きを置いている状態で最後、作業が完了した際には評価を入れてもらいますで、この評価は相手の,なんていうのかステータスに結構大きな影響を与えるので除雪の仕上がりや会話を交わした場合の対応など依頼者は作業した人を5段階で評価する評価結果はアプリ上で公表されるため その後の仕事依頼に影響するさらにアプリの操作に馴染みのない高齢者などへの対応も、まあ、あんまりそのスマートフォンの操作に慣れていない人のためにも、まあ、チュートリアルは結構充実させようかなと思っているので、まあ、希望する人はスキップもできるんですけどいつからこういうふうにアプリ全体の説明を受けることもできます今はスマートフォン向けのアプリだが徐々にパソコンでも使えるように改良していく方針だ 敷地社長いいキャラクターですね。僕は好きなタイプですね。すがすがしい。こうやる気に満ちているというか。もう本当ね、元気をね、僕も取材してもらったんです。やっぱパイロットを目指して、陸上自衛隊に入るとこが好きですね。<laughs> いや、これはなかなかおしゃれな。夢を持ってますね。ただ小沢さんね、はい、これアプリ、すごいなと。はい、で。 やっぱり高齢者の方でなかなか除雪ができない若い方で除雪をしたいこれを結びつけるということですけどもアプリを介してとスマホでやらなきゃいけないこれ高齢者なかなかスマホ持ってない方がいらっしゃる息子さんがいましたからよかったけどもパソコンで使えるようにしたいということを今第一段階としてて考えいるんですスマホよりパソコンの方もそうだったんですけどうちはパソコンあるんだけど僕はガラケーなんだよというお話だったので。 そこに押すれば少しはこれこれしたこまだできる方もいるんじゃないかなと。現段階ではそういう段階です。そこで広げてきた。はい。ということです、はい。スノービルまとめましたので、はい、こちらをご覧ください。まずですねまあまだ本格運用開始前ということ、うん、間もなく運用開始ということで、はい、で事前登録受付中なんですが今800人の方が全国でまあ登録しているということですね。うんはい、そしてサービスエリアは全国ということで、まあ雪の少ない地域は当然。 マッチ率も低くなる、ね、ということ。東京で登録しても雪降らないですから。はい、まあ、仕事にならないということですね。はい、この事前登録している会員の年代なんですけども、敷、はい、地さんに聞くと、もう。 結構高齢者の方も多いらしいんです。除雪をしたいというか、除雪をしたい高齢者、うん、高齢者の方もいらっしゃる。そこね、四季さんびっくりしたという話を。うん、除雪をしてほしいじゃなくて。してほしいじゃなくて。は<ー>したいという高齢者の方もいて。うん、森さんいかがでしょう。そうですね。私の周り意外と社会起業家の方が多くて、ああビジネスはもちろんなんですけど、あの役に立つやりがいを感じたいという方増えてるなと思ったので、うん、ぜひ頑張ってもらいたいなと思いました。うん、なんか、 新しい試みですなんかこういってね、はい、あの、ええ、ソーシャルビジネスじゃないと、ええ、そういった形でやるのかなと思ったら、はい、マッチングアプリでででといううことですけどもそうなん我々の視点からすると、はい、こういうものっていうのはコミュニティ通貨あの地域通貨とうまくマッチングさせてその地域の中でうまくサービスとですね対価を流通させるっていうことを考えるんですけど、はい、それを、えっと、2,980円という非常に まあ、リーズナブルな価格で,、はいでまあ、お小遣い稼ぎ感覚でマッチングさせようという発想はすごく面白いいなと思いました一般的なた多分ビジネス的な感覚だともうちょっとアプリを充実させてからサービスインしましょうと思うんですけど、うん、もうこの段階で事前登録をやってできるとこからやっていこうという非常にです、ね、ある意味では学生起業家らしいなんて言ううでしょうかねその思い立ったらすぐに行くぞというこういうよういよな勢いというのは面白いなすごいなと思いましたねなるほどね。 2>, 2年後就職してるかもしれません。頑張ってもらいたいです。<laughs> はい。はい、<laughs> さあこの後はですね、札幌生まれの専門店が新しいジャンルで輝きを放っています。